ルマの独り言。はいどうもこんばんは。時刻は21時30分を回りました。 FM88.7MHz 真っ昼間の一人ごと初回始まりました。まあ、初回といいますがお引越しした、一発目ということですね。番組のパーソナリティは、埼玉県川越市を中心に、各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのミノルが担当しております。本日もよろしくお願いいたします。イエ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 イ。もともとはねこの、マッピルマの独り言という番組は月曜日の、3時5時、ね、昼間の3時5時にやっていたんですが、なんと土曜日のですね、9時半10時という、ね、時間帯に変わりましてですね、ちょっとね、一番最初の挨拶もですね、どうもこんばんはから始まるっていうのがちょっと僕の中で斬新なんですよね。こんばんはマッピルマの独り言です。なんか矛盾がすごくあるんですけども、ね、昼間の時代とね、同じように、楽しく楽しくやっていこうかなと思っておりますので、これからは土曜日の9時半10時、ね、よろしくお願いいたします。で時間が短くなったということなので放送の聞き方についての説明を、ね、最小限させていただきますが、FM88.7MHz に合わせていただければラジオカゴを聞くことができます。またスマートフォンアプリのレディもだったり、JCBA インターネットサイマルラジオ、こちらはインターネット検索すると出てくるんですが、そちらを検索してラジオ川越を見つけていただければすぐに聞くことができるかななんて思っております。また、三郎と商店街ですねもですねラジオ川越の放送流れてるんですが、午前、まあ、何時か8時とか9時ぐらいから夜の8時までしか流れてないということは真っ昼間の独り言時間外営業でございましたね。ということがあるんですけども、でもぜひともねいろんな形で聞いてほしいななんて思っております。よろしくお願いします。そこでですね、真っ昼間の独り言、いつも2時間やっていてですね8曲とかね、7曲、10曲ぐらい流したりする時もあったのですが4分の1の時間になっちゃったわけですよね。ということなので、8曲しか流さなかった日もあったわけなんですが、まあ、そういうことを考えると4分の1というともうですよね2曲しか流せないとかいう風になってしまうのでちょっとね今日は4曲準備しているんですがどれぐらい流せるのかななんて考えながらやっていこうかななんて思ってます。またこちらのマッピルマの独り言はですね皆様からの、コメントとかメッセージをお待ちしております。ツイッターのですねハッシュタグという機能を皆さんご存知でしょうか、ね、このハッシュタグを使ってですね、投稿してほしいななんて思っております。ハッシュタグっていうのは半角シャープマークですね。半角シャープマークにマッピルマ、このマッピルマは漢字の独り言はひらがなですね。半角シャープマークマッピルマの独り言、こちらでですねいつもの投稿に今のハッシュタグを追加して投稿していただければ皆様の投稿をねちょっと2週間ぐらいずれちゃうんですけども読んで、その投稿から流す曲をいろいろ決めていこうかななんて思っておりますのでぜひとも投稿よろしくお願いします。またですね、こういうなんか前もねギターの質問とかあったのでそういうギターの質問だったり、ね、曲のこだわりだったりとかねそういういろんな質問だったりあとはね、こういうテーマで流してくださいみたいな曲のリクエストはねちょっとねいろいろ理由があってできないのですがこういうテーマでとかこういう雰囲気の曲を知ってみたいですとかミノルさんだったら何の曲流すとかね、そういうのがありましたらぜひとも言ってほしいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日は9月20日ですねのコメント投稿をちょっと見ていこうかななんて思っております。ツイッターネームマササイコさん投稿ありがとうございます。ブラックアウトフォールアウト彼のラストライブが脳裏を駆け巡るってわーって泣いてる顔文字なんですがかよさんのラストライブ見に行ったんですかマササイコさんは。うん実は僕もね先日の放送でお話をしましたが僕ライブ見に行っています。しかも、その日の武道館のね DVD も僕買っていますのではもしかしたらマササイコさんと会場ですれ違っていた可能性もありますね。
へえ、ちょっと、もしかしたらね、10年ぐらい前にそういうことがあったとかなったらめちゃくちゃ面白いですよね。実際このね日のライブはすごい感動的で、なんか10年後のねイベントとかでもね一緒にやろうぜみたいな感じの MC があったんですけども、まあ、そのいわゆる10年後っていうのはコロナ禍の なってしまったので、もしね計画があったとしても不可能な感じになっちゃいましたよね、うん。はい、続きましてツイッターネームマササイコさん、投稿ありがとうございます。アーチンファームの曲もさることながら音がめちゃくちゃかっこいいっていう風に書いてありますね。アーチンファームさん僕大好きなんですよね。で僕がね、僕ちょっと読み方がちょっとね、あの私あれなんですが EST っていうね、アルバムがありまして、でその、アルバムが僕の中で超絶絶品なんですね、うん。絶品ハンバーガー、うん、絶品なので、ぜひともですね、僕はそのアルバムの中の曲を今日もちょっと流してからオープニング行こうかなと思っております。めちゃくちゃ僕大好きな、曲なので、しかもねテンポもね曲もすごくかっこいい感じなんですよね。なので本日の、お引越し第1弾のオープニングですねはアーチンファームさんにしました。それでは聴いてください、アーチンファームさんで Oh yeah。 はい、ただいま聴いていただきましたのはアーチンファームさんで Oh yeah でした。いや僕本当にアーチンファームさんのこの作品が特に好きでございまして、ね、他の作品も大好きなんですが、このね CD をずっとずっと一日中聴いていた記憶がめちゃくちゃ、あります。でこのね作品はサブスクでも解禁されてないんですよね。この1個前かなんかの作品はねサブスクとかでも解禁されているんですが、そしてですね残念なことに2018年かなにアーチンファームさんちょっと解散しちゃったんですよね。とても残念なのでね、メンバーさんそれぞれ今ね、ねバックナンバーさんのバックで、ギター弾いたりとかもしてますのでね、そちらの方で、いろいろねサウンドを感じてほしいなと思っております。さて、これからもですねちょっと、ハッシュタグマッピルマの独り言の投稿見ていこうかなと思っております。ツイッターネーム小早川ルカさん、とありがとうございます。頭作家だったんだアイディアマンっていう風に書いてあるんですね。でその頭というのは何かっていうとですね、塗装の若頭さんのねことなんですね。で塗装の若頭さんがですね、僕の動画を作ってくれている時に、いろんなアイディアを出してくれるんですよね、うん。でその他にもアイデアがありますよっていうのが塗装屋の若頭さんとありがとうございます。ミノルさんの動きは2分の1スピード、他のオブジェクトを通常スピードで撮影して編集時に2倍速にすれば僕だけ等倍で周りが2倍速になるって面白い映像が撮れますよと。でパフュームのタイムワープのワンシーンですよねとか書いてあって、パフュームさんの、ね、動画も貼ってあったのですが、パフュームさんのね動画めちゃくちゃ面白いんですよね。毎回ねいろんな仕掛けがあって、なのでねこのねタイムワープのねあの動画も見ましたが、もう本当にカメラがそんなあのカットが変わらないんですよね、この作品なんですけども、すごく面白いっていうのがありまして、この作品ちょっと改めて見たいななんて思っております。そして塗装の岡頭さん、とありがとうございます。秋からフォールとかねフォールインとかねフォーリングにつなげていくミノルさんのセンスがすごいって、嬉しいですね、どういう風にね書いてあるんですが、そうですねアーチンファームさんのね、フォーリンダンスっていう曲をね前回流しましてね、で先ほどのOEA っていう曲とフォーリンダンスっていう曲実はつながってるんですよね。なのでジャーンって突然音が終わったと思うんですが、実はそれから突然、フォーリンダンスってこの間流した曲に続くっていう感じの、CD の編集になっているんですよ。なのでぜひともね CD で聴いてほしいななんて思ってるんですけども、ね、あのザ・ビートルズさんとかもね、メドレーとかあるじゃないですか、うんね。でもメドレーって言っても、まあ、レコードで聴く分には全然、ね、普通なんですが、 CD で聴くとそのメドレーって言ってもね、あの3曲とかをね1個の曲にしてるんですけども、プチって消えるんですよね。なので、そこのねあの感じとかをですねぜひともね聞いてほしいななんて思っております。そして
塗装屋の若頭さん、とこありがとうございます。ミノルさんのアイデアの影武者です。メイキング動画は僕と犬の声が聞ける貴重な動画なのでいっぱい聞いてくださいと、当時カメラの裏で笑いをこらえるのが大変だったんですよとかいう話があるんですが、あのめちゃくちゃ楽しかったんですよね。またこの、塗装屋の若頭さんが、一緒に作ってくれた動画ちょろっとのまた、宣伝しようかなと思ってますので、ぜひともね聞いてほしいな、見てほしいなと思ってます。そっか、犬の曲も後でやろうかな、うん。そしてツイッターにも小早川るかさん投稿ありがとうございます、ね。ライブは感じるものというふうに書いてありますね。で、僕この時にあの音楽って聞くものですかね、見るものですかと、その音楽ね、ライブっていうどうなんですかって言ったら感じるものって書いて、聞いてるので、もう見て感じるとか聞いて感じるとかそういう問題じゃないってことですよね。うん、そうですね。もうすでに、僕の思ってのワンランク上でしたね。うん、じゃあ感じるっていう、こと、うん、わかりました、うん。よし、曲も決まりましたよ。うん、ありがとうございます。ツイッターネーム、マサさやこさん、とありがとうございます。見て楽しむ、聞いて楽しむって感覚なので、ライブは見に行くっていう感じですかねって。ああ、やっぱり、ライブ行く人見に行くっていう意見もあるんですね。うん。まあ、僕もね、見に行くって言っちゃうタイプなんですね。なので、比較的ちょっと近いのかななんて思っております。嬉しいですね、こうやってコメントいただけるのが、うん。そして、ツイッターネームマササイコーさん、とありがとうございます。おー、ハイスター、 Can't help falling in love、 ハイスターのカバーは素晴らしいですね、秀逸ですねって書いてあって、ほんと最高ですよねって言って、ハイスタンダードさんの Love is a Battlefield のジャケット写真をね、ジャケット画像をですね、投稿もしていただいて、うん、とても嬉しい限りでございますね。本当にそうなんですよね。あのハイスタンダードさんって、もちろん曲がいいとか演奏がかっこいいとか MC が熱いとかね、そうなんですよね。メロコア界のね、そういうパンクとかメロコア界のアーティストの中でもハイスタンダードさんは多分熱い MC をする部類に入るんじゃないのかなとか思うんですけども、うん、そういうね、爆音で鳴らす、ライブなんですが、ハイスタンダードさんのカバーのセンスが本当素敵なんですよね。なので、まあ、先々週か、ね、エルビス・プレスリーさんの、ね、カバー曲を流させていただいたんですけども、そうやってね、なんか既存の曲がね、新しく生まれ変わって、違う世代にまた届くっていうのが、また素晴らしいことですよね。僕はね、たまたま、その、プレスリーさんのその曲は知っていたんですけども、でも、他の曲とかでもね、ハイスター・アンダードさんのカバーを聴いていて、原曲知らない曲も中にはやっぱあるんですよね。なので、そういうね、橋渡し、架け橋って言えばいいんですかね、なんか次の世代にまたつながっていく感じがね、なんかそういうカバーって素敵だななんて思っております。じゃあ、うん、次の曲、どうしようかな、決めました、いきましょう。じゃあ今、ライブは感じるものっていうのがあったので、その感じるとかいう言葉に関してちょっと、曲を決めていこうかなと思っております。僕の、大好きなアーティストさんの一つでですね、生放送の方でもねちょっと流してるようなアーティストなんですが、やっぱり、このアーティストさんはマッピルマの独り言の方がぴったり合うのじゃないかなと思っております。それでは聴いてください。 Beat Crusaders さんで Fear。 はい、ただいま聴いていただきましたのは Beat Crusaders さんで Fear でした。いや、この曲僕大好きなんですよね。てくるチュールリンっていうのがすごく大好きですね。よく聴いていたんですが、ね、これは POA っていうね、ポップオンアライバルっていうメジャーファーストアルバム、に入っている曲でございまして、同時にメジャーセカンドシングルでもあるんですよね。そんな素敵な曲、ビートクレセイダースさんのフィールでした。イェイイェイイェイ。はい、ということでですね、まずね、10月1日からですね、このラジオ川越の番組とかが一気にガラッと変わったんですよね。で、今まで私、月曜日の昼1時3時でですね、生放送をやっていたのですが、その時間帯ではなくて、月曜日の12時2時に変わりました。うん、12時2時に変わったんですね。マッピルマの独り言もですね、
こちらの、夜の放送に変わりました、ね、なので、私の番組は、月曜日の12時2時の、番組と、あとは土曜日の、夜9時半から10時のね、真っ昼間の独り言となっております。そしてですね、あの真っ昼間の独り言聞き逃し配信、ついに私作りましたね。なので、YouTube でですね、真っ昼間の独り言をですね、3月から始まったのでね、あの少しずつですがアップしていきますので、ぜひとも皆様、見てほしいななんて思っています。見るわけじゃないか、聞いてほしいななんて思っております。で、権利の都合でね、楽曲は流せてないのですが、こういう曲ありますよとかいう話をね、ひたすらずっと喋ってるだけ、1時間20分ぐらいずっと喋ってるだけの、動画になっているんですが、ね、日々のね、生活の作業用 BGM みたいな感じでですね、聞いていただけたらいいななんて思っております。そしてですね、もちろんですよ、聞いてほしいっていうのもあるのですが、チャンネル登録もしてほしいななんて思ってますし、またそちらのね、私の真っ昼間の独り言の YouTube の方では流した曲がですね、たまたま、弾いてみたとか歌ってみたの動画も出てる場合はですね、そちらの URL も貼ったりとかですね、もちろん原曲 URL も貼ったりしていますので、原曲はどういう感じの曲なのかなとか、ね、僕が歌ってみるとどういう感じなのかなとか、概要欄でいろいろチェックができるようになって思いますのでですね、ぜひともいろんな動画を見て、どういう音楽があるのかななんていう風にね、聞いていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、もちろんね、あのチャンネル登録とかも久しいんですけども、ね、最近もねヒカキンさんがね、チャンネル登録者数がなんとかみたいな感じになって、ちょっと僕も泣いちゃったんですが、ね、素晴らしくて、ね、なのでぜひともね、皆様も、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ね、あの土曜日に、ね、移ってね、一発目の放送なので、なんかお引越しスペシャルとか やりたかった気持ちもあるんですけども、結構通常運転ですね、僕ね、通常運転なんですが、楽しくやっていこうかなと思ってます。さて、またですね、ハッシュタグマッピルマの独り言の投稿を見ていこうかなと思います。ツイッターネームマササイコさん、投稿ありがとうございます。おー、真理の風だ、久しぶりに聞いたと、ね、マッピルマの独り言、ね、ハスキングビーって書いてますね。そうなんですよね、あのこの真理の風っていう曲、すっごく僕好きな曲なんですけども、今ハスキングビーだの、ボーカルの、ね、方がですね、今ソロで活動もしてるんですけど、今してないのかな、してたんですけども、その時にあの真理の風歌ったらしいんですよ。でも最後の最後のサビだけあのボーカルが変わるんですよね。でそれどうするのかなと思ったら、やはりその時のサポートギターの方が歌っていたというね、やっぱり、ね、ソロになっても歌うってことは大切な楽曲なのかななんて思いますよね、うん。そして、ツイッターネームマササイコさん、投稿ありがとうございます。みのるさん、皆さんお疲れ様でした。来週のゲスト会楽しみにしてますということでですね、あの9月27日の放送では、太陽と月明かりのヤジさん、そして、魔女ハウスの、レコさんがね、ゲストとして、ね、お話をしてくれたのですが、楽しかったですよね、面白かったですよね。僕も編集しながらずっと笑ってました、ね。もちろんね、そういう風になっていること、オンエアの時僕大爆笑してるんだろうなとか思ってるんですけども、ぜひとも皆様、その日の、ね、放送はね、黄金回となっておりますので、ね、あの聞き逃した方はですね、また YouTube に、アップするのは多分ね、11月12月ぐらいになっちゃうかもしれませんけど、その時もまた聞いてほしいななんて思っております。そして、Twitter ネームとその若頭さん、とこありがとうございます。時の鐘の前で歩いてみたっていうねあのあれですよね、あの小江戸ロードの話ですよね。そういう感じでですね、僕もね、あのビートルズさんのオマージュを、ね、やるのが好きでですね、実は僕の楽曲とかでもね、ビートルズさんのオマージュをしてる曲も結構 あったりするんですけども、ね、そんな感じで、今日はザ・ビートルズさんの曲を最後に流していこうかなと思います。それでは聴いてください。先ほど、投稿で犬っていう言葉がありましたので、この曲に決めました。ザ・ビートルズさんで Hey Blue Dog。はい、ただいま聞いていただきましたのはザ・ビートルズさんでヘイブルダーグでした。もともとはブルーフロッグの牛ガエルだったんですよね。
ということで、残り20秒となってしまいました。マッピールマの独り言夜バージョンがね初回放送ということなんですが、3曲しか流せなかった。そんな感じで、パーソナリティは、埼玉県川越市を中心に各地で活動していますサニークラッカーミドルでした。本日もありがとうございました。また来週、バイバーイ。